来ました来ました。はい、あいにくの雨ですけども、おしろです。はい、今回はこのパターンでいこうかな。新しいな。はい、世界の中心大阪から西成から2時間40分で岡山県の真庭市に来ました。天気予報は雨、曇っとるな。やけど僕らの心は晴れています。イエイイエイイエイ。快晴やな。快晴やで心。なんでかって言ったらやで。ちょっとインカメに戻すで。はい、なんでかって言ったらやで。今回も、人気シリーズ温泉企画でございます。今回岡山県真庭市にある真賀温泉っていうとこやねんけど、この間行った湯原温泉にめちゃめちゃ近い。うん、近いっすね。うん、あのオオサンショウウオの生息地言うてた三松坂さんとの一つでっていう、あのストリップの廃墟とか、はいはいはい、あと丸見え混浴があって、もう360度自然の中に囲まれてる、もうほんま外やんっていう、橋の下にある混浴入ったけどな。おっちゃんたちとランデブーしたけど、あの時は。ランデブーってなんや。分からんよ、想像に任せるわ。真庭市すごいね。今回も混浴でございます。またここにもあるね。しかもその混浴、普通の混浴じゃなくて、日本一狭い混浴で、密着しちゃうやん。じゃあ、だから3人密着に3人入ったまんま説明忘れてた。あの3人入ったまんまやねん。狭いな、それは。めちゃくちゃ狭い。だ、家の風呂よりちょっと広いぐらいなのかな。ああ、そうやな。相手陣にもよるで。相手陣が何人かにもよるけど。あ、そうやな、はい、うん、3人やから。俺とチンおったらもうあと1人しか入られへんってことやで。うわ、めちゃくちゃ狭い。だからゼロ距離や、ほんま密着型の混浴っていう。誰かいたらね。うん、誰かおったらいいけどな。まあ別にそういう不死だらな気持ちは一切ないんだけどな。だって別に男性と混浴の可能性もあるから、同性とで異性のパターンもあるし、別に年齢もバラバラやし。はい、というわけで、まあ、小さいねんけどすごい風情の漂ってる温泉地に今から向かいたいと思います。しかもそこ激安。去年の5月とかで改定されたみたいねんけど、それまでは150円で入れた。でも今も250円とかで入れる。貸し切りとかも1000円ちょいとかで貸し切り風呂貸し切れたりとかで、まあ源泉かけ流しのいい温泉みたいなんで、まあ温泉をしっかりとレビューしたいと思います。で、この近くに今回宿泊すんねんけど、そこもめちゃくちゃいい上ブログらしい民宿宿を見つけたから、ちょっとそこも楽しみにしといてみんな、というわけなんで、今回は温泉企画参りたいと思います。あいにくの雨ですけど、見えるかな、めちゃくちゃ。これ大丈夫かな、見えてる？見えてる。ほんまに？すごいな。でもマシになりましたよ、さっきの大雨。いや、さっきやばかった。さっきの撮っとってもよかったな。絵面的にはちょっと面白いねんけどな。大雨って。だって俺ら富山県の船でしか行かれへん温泉行ったやん。はいはいはい、あの人の、うん、あの時大雪降ってた。大雪やった。コメント欄見たら、いや本当にジョーブログさんたち持ってますねと。あんな雪景色ってめったに見られへんらしい。あ、そうなんや。あんまりあそこまで大雪降って積もるっていうのがないらしい。だから俺ら寒波の時期と同時期やった。ちょうど今回雨の方が映えるなとかっていう時に雨降ったりとか持ってますっていうことで、はい、行きたいと思います。レディゴージョーブログ。はい、というわけで、岡山県は真庭市の中間っていう名前やな、真賀温泉に来ました。うん、あ、やっぱ湯原温泉郷なんや。オオサンショウウオあるやん、ちゃんと。お前オオサンショウウオ、うん、だからこの辺でも出るってことかな。うん、出るて。いいやん、なんかお化けみたいな。はい、こちら恋愛安らぎマップ。あ、なんか昔ながらのな、色褪せた感じのマップがあって、あ、登山あったり滝あったりとか神社あったりとか。あ、もうなんか温泉の感じが。これほんま、もう温泉これ。え、これは水でしょ。これは水か。ちょっと行っていい？うん、あったか。ほんま？絶対嘘。え、めっちゃあったかい。ほんますか？どっち？手にいけん。え、ほんまやあったかいわ。え？いや、別にいいねんって。そんな。絡めてこんでも。すごい。あらら。スルーはすごいわ。あそこもう多分やってないわ。やってないな。うん、なんかやってんのはあの生地屋。うん。と、あと、マガホテル。ってとこはやってるって書いてたけど。うん、わ、すごいことなってるな。でも、誰か住んでんのかな？スルーがね。うん、巻きついてるわ。でもなんかほんまに風情ある感じの温泉地やな。うんうんうん、温泉街って感じではないな。うん、なんかやってるんかな、どうなんだろうという。分からんな。でも住んでそうではあるっすね。住んでそうではあるな。うん、今回の温泉地は足元から流出してるみたいで、そこに入れるわけやな。だからすごい楽しみやねんけど。おかしいやと、分かりやすいな。昭和やな、ほんまや。そんなにボードとかで空き家とかテナントとかってわけじゃなくて、で、まあ今から行く湯治場、津山藩と勝山藩のお殿様が訪れた
湯治場みたいらしい。当時その幕湯っていうところがあるんだけど、うん、そこが混浴風呂になってんのかな、うん、なんかめちゃくちゃ風情ある建物が乱立してんな、うん、木造の。ほら日本、観光旅館連盟、ここもでももうやってなさそうやな。そうですね、廃墟って感じではないの。綺麗に日本家屋がしっかりと整って残ってるな、うん、めちゃくちゃ風情がある。こんだけの建物が残ってんねや、やっといてほしかったな、ここも、うん、あっちに温泉地見えてきたけど、ちょっとめちゃくちゃ気になる、うん、バス停見っけた。ここバスでも来れんねんな、ほら見て、あの川沿いにポツンポツンとすごいな、これ止まんの。とんでもないパノラマの中にバス停や、うん、ポツンとバス停やな、なあ背景もうどやまい車通りはまあまあ多い、うん、もうえらい、えらいえらい、すごいえらい。そんな上げんでいいよ、ピン上げすぎて大事やろ、みんな見てるから大事やけど。わあギシギシや、お前うわあもうコケ生えとるわあーすげえ、いや温泉入っても冷えるわ帰りで止まんねや、ここにバス2時間行こうやん、まあまあやろ。いよいよ、うわぁ、彼の眺めめちゃくちゃいい、ここ風情ある、めっちゃなぁ、そういうこと感じるようになったよ。いやいやいや、ちゃ言うのは簡単やから風情ある言うとったらいい、趣ある言うとったらいい、そう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 、思ってるやろ。公衆便所もちゃんとあるねんや、なんかでも綺麗な、綺麗な、ちゃんと運営されて掃除されてるな。うん、じゃあいよいよ行きますか。はい、この階段を登っていくわけやな。うん、もう夕方やからもうライトアップされてきてるな、うん、ちょっとそこ見に行こう、うん、ほら湯が溜まってんの。これ多分あったかいで、え、これお湯、うわあったかー、へえ、アルカリ性やな、もうわかんねえや、もう手だけで、わかるわかる、温泉マイスターとなればわかるよ。ちょっとやっぱりぬめっとしてるんかな、肌に良さそう。うわこれも温泉、わからん、うわ温泉や、温泉行ってるところから出てんねん な、 なあすごいな、うん、まあ、傘がまた風情あるな。あらほんまや、この自然の緑やったり赤やったりとか、木造の茶色やったり、この石垣の色やったりがコントラストを奏でてるわ新しいワード出てきたなコントラスト奏でる、色も音を奏でるからな、だから音色って言うねんおおちょっとうまいやん、それっぽいこと言えるようになった、なんか俳優っぽいな。そうっすね、でもこの温泉地自体はほんまにこじんまりしてるな、うん、そんなに広くないな。あ、でもやっぱ人気やな、人おるな、だって唯一やもんな、この真川温泉ここっていうのがな。で日帰り入浴やから、うん、アルカリ性の単純温泉 PHC9.4 源泉 39.5°C、 ちょいぬるめなのかもしれんな、うん、で、湧出量205リットル毎分自然湧出とか、でも何にでも効くな、急性疾患、活動性のきっかけ、悪性の腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、もう何でも聞くわ、不死になるやん、温泉ずっと入ってたらな、っていうことやん。まあでも心が癒えるよな温泉って、そもそもちょっと入れとこうかな、せっかくやからな、入れとこうか、何も入ってないぐらいの音したすっからかん太郎やそっから、なんてなんてすっからかん太郎や使ってるやん、すっからかん太郎あ、こっちにあったんやん、じゃこっちも入れとこう。お、結構入ってそうな、入ってる音やったな、ああそんな音で感じたらあかんわお金の量ってやらしいからよし、めっちゃ声聞こえんな、うん、めっちゃ声聞こえる、だからやっぱ木造で多分壁がそんなに厚くないんちゃう、うん、え、めちゃくちゃなんかなんかいっぱいおる、すごいいろいろランデブーしてるよな、なんなんランデブー、これめっちゃ匂うな、温泉の湯の匂いがするな、うんうん、硫黄系じゃなくて、ほんまにアルカリ性やな、うん、あ、すみません、券売機で買ったらいいです、温泉水もあんねや、2リットル20円安いな、帰り買いたいな、マック湯400円、タオルの方が入力力より高い、はい、名前書いてるから、マック湯は入浴時間40分、タオルつけないようにしてね、わかりました、はい、ありがとうございます。風情があるな。うん。ここから川眺めれんのいいな。めちゃくちゃ。うん、これすごいな。これが川の川です。岡山の郡上温泉の水族館。なんか温泉の入浴ここら辺。
風呂と多分普通の風呂の方いい人を見ちゃうから、うん、ちょっと入れるか、うん、めっちゃ声聞こえるけどね、何読んでんってくれな、うん、どうですか、あー気持ちいい、やばい、いい感じ、体って引いてたじゃないな、うん、ちょっと怖いな、風ボロ視聴者さんは見られない状態でさ完成形を見て、編集者さんからしても無理そう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 、この足元から流出して湧き出て、このつけつつ、はい、おお、はいはいはい、この岩風呂に出ていって、あ、そういうことね、で湧き出る湯量の違いによって客の中でさ、なるほど、幕の方が高かったっすもんね、250円で入れるわけよ、めちゃくちゃ安いな、そうコンバート安いな、うん、深そう、なんかほんとめっちゃ深い、だってあの竹筒みたいなのかね、うんうん、上から見てみてドラゴンがもう当たるか当たるか当たるか、結局俺らは竹の子みたいそうやな、まあええよ、実質貸し切りブロになったな、そうですね、だ貸し切りブロお金払ってる人が多いんだけど、うんでやっぱちょっとぬめっとして、鼻にまとわりつく感じがスベスベする、はいはいはい、アルカリ性の感じだ、温度はどんな感じですか、ちょいぬるめ、あ、ほんまやな、ちょいぬるめ、ほんま40分ずっと入っておけそうですね、そう、ずっと入っておけ、温泉ってやっぱこう暑いのとちょっとこういうぬるめってやったらぬるめは長く入る方がいいっていうもんな、うん、らしいですね、じっくり温めるから、うん、やっぱ集めすぎたらすぐ出ちゃうから結局冷えるのも早いし、足のまでゆっくりこう一万入ってくるから一緒、ああ、ちょうどいい温度よ、これで、うん、こっから民宿行くにめちゃくちゃいいわ、うん、日本の古き良き旅を満喫するコーナーよ、今度はいいな、びっくりしよう、ほんま、うん、今ちょっと撮られてないと思って普通に入るな、うん、びっくりしようよ、立ってないわ、立つか、すごい立ってる、立ってない、でかいからそう見えんねん、ちゃうねちゃうね、浮力浮力、温泉だからこの湧き上がってくるこの温泉の波によってこうでかいからこう上がるのかな、やめてくれほんまにオイルナイスなよ、すぐやろ、風呂入ったら出ないめっちゃ気持ちよかったよし、うん、まさか見てくれてると思う、みんなで飲ませてちゃうやろな、何ですか、みんなで飲ませてもらってちゃうやろ、全然ですよもう自分で飲んでますよ、本当、はい、うん、そういうことで、うん、めっちゃ気持ちよかったです、ありがとうございます、いやいやいや、よかった、ありがとう、はい、また来ます、もうまた来てください、はい、ありがとうございました、はい、はい、気をつけて、はい、ありがとうございます、めっちゃよかった、はい、ありがとうございます、はじめちょっと怖そうかな思ったけどな、うん、地元見ちゃうと俺はよそもんやしな、うん、すごいな、でもやっぱ坂田恵子たまに言われるよな、うんうん、やっぱ西成シリーズ見てる人とか、そうですね、俺らよりも先輩の年代の人とかもな、うん、ああやって見てくれてるの嬉しいわ、坂田恵子最近は会うたけどな、ありましたね、普通に店で会うたよ、うん、店来て相変わらずやったな、うん、っていっぱいベタベタしてたけどてか思い出したわ、車の中にあれあったわ、ペットボトル、うん、先飲んでて水の、それあ、それに入れてもらうん、そうそうそう、ちょっと入れてこようかな、一瞬ついてきて、うん、これ500ミリでも入れれんのかな、入れたいよな、まあそうですね、2リットルじゃないとあかんっていう縛りがなければ、うん、でもなんかいけそうやけどな、うん、あのおっちゃんじゃなんとか入れてくれそうやな、入れてくれそうやんな、これ500ミリのペットボトルでいけます、あ、それぐらいだったら大丈夫するよ、あ、ほんまですか、はい、下の収納蛇口みたいなのがあるの、あー、はい、ありますね、あれ開けてもらったら、はい、出るから、あ、お湯が暖かくなってから行くって言ってる、了解です、わかりました、無料でいいから、あー、ありがとうございます、ありがとうございました、おなみ優しいよ、優しいな、ほんま、なん
で田舎の人はみんなこう優しいやろな、うん、これでもう身も心も体の内部からスッキリやで最近温泉水流行ってるからな、温泉水っていう商品が出てる、体にいいんや、うん、あと飲み心地がめっちゃまろやかに甘いねん、すげえスッキリすんねん。ビバラ温泉の時もあのおばちゃんにもらったやん、そうや食堂の、そうやそうや、なんかいろんな思い出が溢れるな、うん、こう温泉に来たら、あこれもうこれあここで繋がってんねや、おっちゃん見てるわ多分監視カメラで、ここ映っとったから、お来た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 、あったかー、うわスベスベする全然やっぱ水とちゃうわ、さっきまで出てた、めっちゃスベスベする、なんかいいや腸にめっちゃいいって言うよな、不純物入ってる感じとか全くないな、じゃあいただきます、はい、あーどう、まろやかやわ、まろやかな、うん、めっちゃ柔らかい、舌触りがめちゃめちゃまろやか、腸を包んでくれそう、コーティングしてくれそう、てかおもろいんかな、一個言うときていいんか、うん、見てこれイロハスな、170円とか150円で売ってんねや、俺ら無料でゲットしたらもっといい水をそうやな、2リットルで20円でしたっけ、そう一回飲んで、全然ちゃう、あーなるほどね、なあ甘ない、甘い、まろやかは分かるわ、なあ分かる、水ってさ舌触りいいな、全然味違うくない、うん、水分かってない、分からん、あんま分からん、俺水めっちゃ分かんで、いろんな水飲んできたから、そうやな、世界の川とかいろんな水下から上までいろんな水飲んでるな、次行くんかいで、うん、民宿小山っていうとこ行ってて、はい、この辺で泊まれてもよかったんけど、ね、Google マップでうわーって見とってんやん、はい、んじゃめちゃくちゃ風情ある、それこそまた民宿見っけて、もうほんまおばあちゃん家来たみたいな、大正時代からその民宿の建物あるふるで電話してんやん、ほんならもうおばあちゃんが出て、当日で電話して、で男性2名行けますか言うて、あー行けますよ、めちゃくちゃ優しい、声から伝わってくるね、俺のおばあちゃんかな思うぐらいので口コミ見てんやん、ほんならもうみんなオーナーさんの対応がとても良いですとか、とても優しいおばあちゃんがやっておられますとか、おかみさんの人柄がよく気持ちのいい民宿です、美味しいお野菜もいただきました、僕夏の多分僕の夏ですみたいなおばあちゃん家がリアル体験できますとか、でなんか素泊まりやったけどおかみさんがちょっと夜たけのこご飯とか煮物とかちょっと出してくれたとか、そういう人もおったりとかで、みんな評価マックスやね、なるほどな、相当いいねやろうな、とても癒される民宿とか、食事は家庭的で美味しいみたいな、当日やから素泊まりですよねみたいな感じあって、近くにコンビニあったりとか、どこどこめっちゃ丁寧に説明してくるんや、道順とか、もしよかったらなんですけど当日で申し訳ないんですけど夕食とかつけれたりとかしますみたいな、でも水炊きとかしかできひんよみたいな一番いいやん、それで大丈夫ですって言うて、そうで朝食もつけようかみたいな感じで、うんうん、朝食500円で、うん、夕食1人1000円とかでつける、1泊2人で7500円、うん、安い、それに朝食夕食つけて全部込み込みで1万ぐらい、うん、めっちゃ安い、安いな、めちゃくちゃ楽しみ、うん、そういうほんまに人の温かみを感じる昔ながらの風情ある宿っていうのが一番好きやから、うんうん、まあ綺麗な洗練された宿も好きやけど、でもなんかそういうところやっぱりこう上ブログは古き良き日本を楽しみたいということで、うん、そこに行きたいと思います、はい、はい、ここから車で10分ぐらい、うん、マニアシやから行こう、あったー民宿ー、真っ暗やな、やっぱめっちゃ真っ暗、うん、すごいよね、こんばんは、お邪魔します、はい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 、それはそれはすごい立派で、うん、すごいですね、もう築100年越しとる、うわ素敵ですね、めっちゃ立派、泊まれるなんて、ちょっと宿長に名前を、あ、わかりました、はい、どこで分かったの、僕あの Google マップで、マップでなんか動画が回りおった、はい、うちの、いや違います、そう、あでもなんかいろいろ上げてる人はいましたよ、 Google マップで口コミ見て、携帯ではいらよったらな、いいお母さんがいる、何か知らんけど写真が抜けたりしてな、はい、あれこれは動画になったかな、あそうですね、いや僕らもだって写真撮ったり動画撮ったりあの、まあ、しますもんよく言われたらな、なかなか携帯電話の使いこなせてんのじゃ、あそうですか、お母さんおいくつですか、あ大きいでも大きいですか、そんないいことあるんだよ、へえ、うん、もういいやん、さっきお風呂入りますよ、今な、あ僕らね、あそこの温泉行った、温泉行ったんですよ、また温泉、あ、そうです、まだ温泉です、いや、でも、後でもう一回入ります
あったそんなん100年風呂やで、うん、100年風呂そこはな、ここなんよ。はい、素敵やな。熱症もうたらな、はい、はい、ここボイラーをちょっと回しやな、熱になるしね。わかりました。お湯は42度ぐらい。あー、素敵や、ちょうどええ温度や。こちらがわかりました、はい。でお湯と水が出るタンクがありますから、お水はこれストレートに出る、はい、これはにゃ子供がいらったら危ないからね、お湯が出るから、はい、これを起こしてね、水平にしてね、これ押し込む、これをレバーを押し込んで下駄を履かして、うん、押さえたら湯が出ます。表現がいい、下駄を履かしてな、はい、はい、うわいい部屋や、なんか離れてるわ、ね、ほんまやほんまや、話してくれとるわ、パッと、はい、熱が逃げるって。ほなお風呂入ろうか。今日カニも手に入ったり、はい、サザエも手に入ったり、今ショールから、うわありがとうございます。お風呂入るわ、うん、かりました。じゃあさっきお風呂入っておきます。ジョブロック、え何してんのどうですか、暑いんや。うわめっちゃ冷たい、うわいいな、最高な、なんかおばあちゃんじゃない、完全にな、うん、心現れるわ、うん、進化整って、でそこの家になエネルギーが詰まってるからな、うん、100年のそれをふんだんに感じろ。おべべね、おべべ、おべべやん、うわこたつってこんな落ち着くよな、こたつが、これ見て、俺めっちゃモナカ好きやったん、これがまたいいよな、これなんかみんな持ってるよな、おばあちゃんたち、あー確かに、チョコビールだけいっぱいだけ乾杯せんね、さっきさっきちゃいます、うん、でももう俺もふわ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 になってないわドラえもんやん小さい乾杯、いいわこれやねやっぱ、いやこれやねん、せやね、初めに一口かな、そう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 、芝居もそこでいいもんな、せやね、バイチッサあ最高じゃの、ちょっとこういう古き良き民宿見つけるセンサー上がってるわ、うん、当日の当日、うわここまた戻ってきたいな、やっぱ今長生きしてはる方とか今元気で来てる大先輩方々はさ、昔のものをさっきもされたけど、自分のものを大切にするっていうのか、今令和のとか平成の人ってやっぱアップデート志向やからさ、はいはいはい、古いものをこういかに上手に生かしていくかっていうよりもアップデート志向の人が多いから残りにくなんねやろな、うん、って思うから残ってほしいな、末永く、いやもう締めみたいになってるわ、うん、まだやで、うん、僕の部屋すごい、え？え？マジで？嘘やろ？いいのっていうぐらいの量、うん、え、すっごいカニ鍋やん、そっち肉もあるし、うん、え値段もちょっとラップすごくない、だってうどんとかも下にめちゃくちゃ敷き詰められてるさ、うんうん、あ、ごめんなさい、持って行きますよ、ありがたい、ん、何から、お酒ね、僕ら買うてきたんですけど、でもせっかくやったら買いますわ、はい、うちのベタベタ飲んで、わかりました、みんなで飲むが自由で、あ、OK です、じゃあ ビールもらいますわ、お魚もあるし、うん、椎茸とか豆腐とか、うん、ね、カニ、それからエビ、ね、うん、豚肉、カシワ、はい、入れて食べて、はい、はい、サザエ、サザエ、カシワ、はい、うどんはここやるけど、あ、しまいにうどんすね、うん、ここら辺にね、硬いもんがあるから、うん、はい、わかりました、お魚、うん、先入れて、はい、火をきつしましょう、
いただきます。はい、どうぞ。朝日で。すごすぎて、もう言葉出んようになったわ。水炊きとかしかこしらえられへんけどいいのみたいな感じで言ってたけど、そんな袋の土管より全然いいやん。2人合計で1万ぐらいやったよ、確かに。すごいな、お母さん1人かな。でもなんか旦那さんみたいな人おったよな。声は聞こえてましたね。特にな、置いてるもんとかな、あのお酒とか見てたらな、うん、旦那さん2人でされてるのかなとは思うんやけど、まあ、基本料理とかそういうおかみさんごとをな、お母さんがやってるんやろうけど、鍋好きとしてはもうこの上なく幸せやわ。せやな。うぃ、田舎やからめっちゃ静かやから、なんか全ての音が響き渡るな。確かに。あ、成人もらおう。もう言っとってよ、もうちょっと雰囲気から入ろう思て。はい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 、おっしゃ。あー、しみる。うまいに決まってるやん、全部。お、そのままいけんの。お、上手。あ、手でいけましたよ。よう取れ。ほんまに上手なんですよ。わ、こんないもったいないな。まー、この塩味と苦味が、うん、いい感じ、うん、それをビールでまた流し込むのが本当に最高や。フラッと来てこの状況はやばいね。せやな、当日でな、数ヶ月越しに予約してくるやつ、うん、当日でこれはすごいな、確かに。明日の撮影の泊まるとこ何もなかったら、ここもう一回来るから、うん、明日も来るか、うん、まっそう、彩りがすごいわ、うん、めちゃくちゃいい匂いする、昆布だしの。俺水炊きほんま好きやね、うん、俺の親父も実家でずっと昆布で出しとって、うん、水炊きやってたから、こんな豪華じゃなかったけど、それをずっと毎晩食ってたから水炊きが好きになったから、一回なんかおかんがコロッケ作ってそれめちゃめちゃうまくて、これめっちゃうまいやん、店で出せるやんって言ったら、その次の日から3日間ぐらいコロッケになってそれにちょっとなあなってたやつもあった。鍋は多かったな。でも確かに深夜の家鍋のイメージあるわ、うん、鍋奉行やから。あ、そっか、ほとんどもう、あ、もう鍋作るときは音もない。もう、はい。あ、そういうのあるよな、うん、味ポンなんかいいよな、実家と一緒や。俺の実家はその味ポンとアサヒポン酢を混ぜてた。2種類で、うん、アサヒポン酢ちょっと高いやん。19の時とか実家出てからまだ貧乏やったから、自分で家で鍋しよう思って100均とかでポン酢買ったりして、全然違うやんこれ。ポン酢できまんねや、やっぱ。うん、外行くだん。そうです、食べましたよ。なに、なんだよ。あ、嫌いかな思ったから。いやいや、全然もらおうかな思ったね。ちゃんと食ってもだわ。うん、食ってもだわ。遅かった。うん、カニとかあんだよ。なあ、それやばいっすよね。カニあるって言わない。エビもあんねんで、うん、で、刺身こしらえるから待っててねって言われてんで。あ、言ってましたね、うん、どないのってんの、うん、でもこれ見てもし来る人がおるんやったら、あの当日に連絡するわな、うん、みんな当日で多分、うん、あ、そうっすね、おかず大変やから、うん、ちゃんと事前にね、うん、そう、たまたまやからさ、みんな買い方大変やからさ、うん、ご配慮持ってほしいなと思いますけど。ありがとうございます。わー、おいしそう。サラとね、ハマチ。はい。後でな、うどんは入れりゃいいで。わかりました。後でおじやおいしいで。朝おじやにする。うどんはまあ食べない。ご飯はご飯でちょっと入れてこう。うどんあるからな。そうですね。あ、そうやね。ご飯だけちょっとだけもらいます。ちょっとだけもらいます。ご飯だけ。白菜おいしいから。はい。おばさんが作ったの。そうなんですか。ネギも。おばさんがネギと。自家製や。昔の人はすごいな、何でも食べるもんでも真心がこもってるわ、うん、もうウーバーイーツなんて多分知らんでお母さん、何でもかんでもウーバーしてたらあかんで、うん、お前そうだよ、ほんまなんていやいや、部屋着いた瞬間もう この状態で全てが完結するってたやんそうやな、シリーとかやろ。アレクサ、アレクサ、アレクサ、アレクサで全部完結すんやろ、うん、で、女の子に料理作ってもらって。いや、そんなわけないよ。そんな感じだろで、次キリンも頼んでな、うん、今パッてチラッて来て運んでくれた時に言ってたけど、もう水炊きは40何年作ってるからね、うん、みたいな。で、昔はここにずらーっと人が並んだんだよ、うん、ってみんなで宴会したんだよって言ってましたね。なんかいろんな歴史がこのいろんな人の思いだったりとか、もう声がこの壁に詰まってんやろな、うん、この家屋に、うん、鳥もあって、
プロ全部やん、うん、魚、鶏、カニ、豚、豚もか、うん、絶対こうジャンプとかマガジンとか交わらん主人公全員入れた感じやんな鍋ってそういうことじゃないんですか寄せ鍋ってそういうことな寄せ鍋って全部そうなんや知らんけど俺も知らん、あかん、バレるからカットしといた方がいいそれを言うことによってこれはもう使うねん、から俺使うねん、これはもういっぱいいろんなこと歴史とか調べてるけどさ、一切知らんことあるからさ、一回カットしたバージョンで一回やってみる、一回止めて、はい、でもこれすごない、うん、ほら、うん、カニとかも野菜もそうやし、うん、鶏も全部やで、ね、うん、全部豚とか、うん、それぞれのなんかドラマの主人公が一気に集結してしまったみたいな、うん、マガジンとかジャンプとかもないし、はいはいはい、漫画の主人公とかないわ、うん、こんな、うんうん、いてそうか要するに僕ってそういうことなんじゃないですかっていうそのきっかけがないやろ僕待ちやったんですね今このカットするから言ってくれるんかな思ってたから待ってた今すごいないやでも寄せ鍋ってそういうことなんじゃないですかねあせやねんそうなんですか寄せ鍋っていうのは魚介類とか野菜とか豚とか鶏とかいろんなものをこう寄せ集めて寄せて入れるから寄せ鍋っていう、うん、合ってたやんじゃん合ってたんや合ってたんやとかいらんやんもうそれであそうなんですねで終わりやねんぐだぐだなってるやんめちゃもうバレてんねんもう今度調べてんねんそれもバレてもうたよもうバレて見えてんのいやめちゃやつめちゃやつ俺も寄せ鍋みたいな生き方しようえどういうことですかみんなが集まるような存在というかその鍋みたいなあこの鍋の器みたいないろんな多ジャンルで、うん、活躍していこう鍋ってさ人で囲むから、うん、みんながこう寄り合っていくもいいよなうん続き合ってね、うん、もし家族できたら俺多分寄せ鍋ばっかするかもしれない、うん、しそうやな飽きんでも正月とか集まる時とかやっぱ鍋やん、うん、深夜の実家カウントダウンで行く時も鍋やんそうか鍋がやっぱあれがいいよな、うん、みんなで走って取ったりとかもするわけやん、うん、なんかもうファミリーみたいになるよな、うん、酒を鍋が中和してくれるからなかなかこう酔えへん感じだなそうやねほろ酔いの、うん、髪苦手やね、うんえ何殻ごといってんのボリ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 食われるけど殻ごと食いながらしゃぶんねん俺は斬新なもうおらんでそんな人うん大体殻は食わんよ何回もボリボリでもやってんの殻ごと、うん、がボリ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 、うん、マジせんべいと間違えてるとろっとろなってきてるわもうちょっと雑炊の出汁残してるなあかんお前湯がきすぎたらあかんなお前ね魚とか全部の出汁出てんねこれ、うん、贅沢やなうんこれで明日朝ソース食ったらめちゃくちゃうまいやろな、うん、はち切れる、うん、はち切れんなごちそうさまでしたごちそうですもうこんぽんのと20分目ほら最高やった明日の雑炊も楽しみや、うん、うわ3、4キロは増えたかもマジで？すごいな全部うん分からんけどすごいなうん金閣寺じゃん何でも鑑定だとしたらすごい金閣寺来そうやでほんまサンカーメンなんか世界各国のほんまや、うん、あ、ほんまやな、うん、ごちそうさまでした美味しかったですお腹いっぱいすぎてもはち切れそうですジョブロックあーしゃ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 正月やからな気分はねそうか見た目は確かにお正月やわ里帰りしてる気分、うん、よしああ濃いな濃いみやもんまずうんいやもうなんか1巻2巻でテッドロブバイク読んでもうよどるやんろれつもう腹いっぱいでもでこの空間に酔いしれてんねん、うん、ほんまに匂いとかこれ見た目とかでその時思い出すなと思う俺ばあちゃんちこんなんやってほんまに中に廊下みたいになったやんなんていう中庭っていうか 外、ね、外になってるところ、はいはいはい、あそこで七輪置いて、うん、ああいうところで、うん、で俺松ぼっくりおばあちゃんとかおじいちゃんに集めさせられて近所とかで、うん、近所神社あんねん一回な実はジョーブログでもな多分紹介したことあるかもしれんな広島はい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 行ったやん神社あの神社ね水出てるとか言ってそういう話したやん昔、うん、ばあちゃんちこの辺やねんいう話したけど、うん、で松ぼっくりがような日がいぶせんねん、うん、
でそれに入れてで魚焼いて食ったりとかしてたからさ、その時妹と2人とかで夜行バスとか新幹線乗って小学校まだ3年とかだけど、で広島行ってたんですね。福山とかで迎えに来てくれるの広島の、よ釣り行ったりとかしてたけど、まあ、どっちもなくなってもうてんけどな、天から見てくれてるやろうけど、友の浦のあの防波堤みたいなところでずっと釣りしててんけど、まあ釣れへんねん。で釣りあんま好きじゃなくて、あそうなんや、もう3、4時間もつって1匹とかたまに釣れんねん、で1匹でも3時間とか4時間、うん、でめちゃくちゃうまいで、その1匹の感動ってすごいねんけど、ただやっぱポンポコ釣れた方が子供は嬉しいわけ、まあでもそれが釣りやねんっていうことを多分言いたかったんやと思うんだけど、もうセミ取り行ったりとか、もうザ、僕の夏休みっていうのをじいちゃんばあちゃんに経験してもらう、させてもらう、ハリーポッター賢者の石とか千と千尋とかもその辺の広島で見たわ、そうなん、どこでも連れて行ってくれんねん、どこどこのじいちゃんばあちゃんとどっちがいいってよく聞いてくる、うーんとか言ってそういうエピソードない、じいちゃんばあちゃんとどこ連れててもらった、じいちゃんばあちゃん、僕のじいちゃんの家が大阪と鳥取なんですよ、鳥取とかはもうまさに田舎やったんで、それこそカブトムシも取りに行ったし、そうやんな、田舎でしかできないことをやってたな、そう、カブト飼ってるしな、ちゃうねん飼ってるか、ヘラクレスオオカブト飼ってるやん、飼ってないわいやでも昔ビビリやったからあんま虫とかされたくなかったよ、幼少期の頃、だから俺は変わったタイプ、逆っすわ、逆に変わった、あめっちゃ触れてたけど、昔はバンバン触ってたの、カブトムシとかも取ってたし、セミも素手で行くし、あでも幼稚園俺小学校ビビリやったな、俺だって親父とキャッチボールして、親父は多分俺を野球選手とかにしたかったんやと、野球好きやから阪神ファンやから甲子園を連れて行かれて、なんかいろいろ歌うやん、はい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 、あるな、応援かな、そう、そのバッターの応援歌を歌ってやってたけど、まあ、それは楽しいから歌ってやってたけど、でキャッチボールしようって言われてバッて投げてきてんやん、コントロール良かったな親父は、いまだに草野球、ソフトボールとかやってるやん、こうやってきて、で俺こうなるやん、そのまま顔面にバーン当たって、はい、俺の野球人生が終わったんや、キャッチボール初のキャッチボールで幕を閉じて、トラウマなるわな、でも痛いしな野球ボール、そういうのをすごいこう思い出すような宿やな、ここは風呂のこうやって這い浸かりながら石のタイルの、ね、あの感じも昔ながら、じいちゃんちやな、そのじいちゃんが風呂入ってた時にじいちゃんが入れてくれてんや、でじいちゃんがシャンプー使えへんねん、じいちゃんあの固形石鹸でこうやって頭洗う、ああ全部いくタイプね、だから俺よう固形石鹸で頭洗ってて、言っとったなそういや、今でさ別にシャンプー使うようになったけど、だからしばらく固形石鹸が一人暮らしの家にあった、だってボディーソープもいらんやん、固形石鹸やったら、全部それで言ってたな、全部できるやん、髪の毛ガシガシ顔面もいけるし、で俺洗顔とか何使ってるんですかとかよく聞かれんねんけど、俺洗顔使ったことなくて一回も、洗顔ってやるもんなんて思ってんの、やる？やるもんよいらんと思うの洗顔って、だ勝手にボディーソープとかつくやん、それ多分肌が強いからいけるんかもしれんけど、やっぱ敏感肌とかね、いやでも敏感なんでやりすぎてもう免疫みたいな取れちゃうそれすらも落として持てるって落として持てんちゃうから今はボディーソープ使うけど、あの洗顔は使えへんな、つまみそろそろ出そうか、つまみコーナーそう、車で5分ぐらいのところにスーパーあって、サケルチーズ、これも100円やで、安いよな、これも100円で、このサケルチーズの味も初めてやし、ローストガーリック、何なん、はじめまして、そんなおもろかった、いや全然おもんなかった、いやほんまや、チンヤは俺がパーマ当てたら次レディゴードって 2,3 日後にツイストパーマ当ててんの、びっくりしたわほんま、なんかのぼちゃんすぐ言ってきたもん俺チンヤパーマ当てパーマ当てた、今日チンヤ来るから見てみ見てみ、パーマくるくれめちゃくちゃ言ってくるから、すぐいじってくるからな、おばちゃんは、なんやそれめっちゃニンニク、普通のやつの方が好きかもしれない、あめっちゃニンニクやん、やろ、うん、なんか口だけニンニク臭くなりそう、ニンニク悪い部分だけを口が吸収しそうな、でもニンニク食べた後の自分の息ってめっちゃ匂っちゃえへん、匂う、なんかずっと俺こうやって、いやそれせんでも匂うくないですか、なんか自分で匂いにこう臭みたいな、匂いたくなれへん臭いものって、なんかそういうのあるよな、でもそれを自分だけのものにしたいんだけど、人から嗅がれるから嫌やねん、自分だけやったらいいやん、なんか楽しめるやん、でも人のその匂いは嫌よな、ニンニク
いや、全部嫌やわ。足も全部嫌やわ、うん、そのイメージでんとこ、なんか飯食ってそうそうそうしてもらうなんか、ニンニクのチーズの酸味っていうんかな それに感じてきたわ想像力豊かやからうん、入ってくる、マジで入ってくるねだからほんまなんかこうなっちゃうんやな感性が、うん、そっちに入っちゃうんやな、イメージ化しちゃうんやな自分の脳の中で、その力めっちゃ強いわ俺。例えばションベン飲むっていうことがあったとしてやで、うん、まあ良い子のみんなはないと思うんだけど、過去に何回もあってんやん、無人島でもあったしとか、うん、YouTuber やしそういうのでもあったしとかってあんねんけど、うん、飲めるって思ったら俺飲めんねや、飲めてたな、ごくごく飲めんねや、何でももうそれはもうそこになんかもうスイッチ入れるというか、これ飲めるんだみたいな、だから味を感じるとかじゃないのよ、自己暗示がすごいんや、病は気からの最強版というか、自己暗示力得意かもしらんな。でもなんか勘違いって一番最強やんと思ってて俺、勘違い能力を持ってるやつが一番成功すると思ってて、自信って俺結局勘違いやと思ってて、別に自分を信じようが信じまいがどっちでもいいと思うねんけど、でも絶対信じた方がうまくいくやん、ポジティブかネガティブかっていうのもこれも別に勘違いの領域で、どっちだっていいねんけど、ポジティブの方が楽しいからそっちに勘違いを巻き起こした方がいいと思ってて、戦略もまだ立ててないのに俺ってできるんだって勘違いの領域で、それを自分にどれだけ刷り込ませれるかっていうことが大事なんかなと思って、とにかく俺ができるって言い続けてることが大事だと思うな、うん、そうやんな、やっぱ勘違いやな、うん、嫌いなもんとかないねんや目にちょうどハイボールの濃いめ入った好きなもんしかないし、何に関しても楽しいと思うんやけど、それって多分勘違い力やと思うな、うん、こういう風に持っていこう、うん、俺ずっと一人で喋ってないんですよ、うん、今に始まったことじゃないよ、はい、ずっとこう脳の中で喋ってない、全然いいと思う、いいと思う、うん、うん、面白いな、こんな感じなんやな昔の家って、よう見たらおもろいな、ほんま、いやこういう壁とかもさ今ないやん、こういうないな、絶対壁紙やもんな、なんかそう土壁っていうの、こういうなんていうこの壁、ほらあのコンセントの感じあれな、であのコード前でこたつのコードですら、なんかちょっと赤蛇みたいなしましまの鏡もあんな一に普通部屋にさ、いやあれちょうどやろ、ちょうどやけどこの電気も懐かしいやん、この電気はもう代表的やんな、うん、一番王道やんな、実家もあった昔、うん、まだ、うん、あるな、だって俺一人暮らしするってなって、まあ、初めホームレスやってんけど、うん、でそこからマンション借りて、で実家で余ってる布団ちょっと一個ちょうだいとか言って、ほんまにこんな布団、昔こんな布団ばっかやったやん、うん、こんなんでしたね、でも今この部分ないやん、このないないない、うん、空いてる部分、うん、見えてる部分ないもんな、この布団懐かしいな、めっちゃ全部懐かしく思えてくる、上の感受性に入ってくるわ、うん、思ってるっすね、うん、思ってる、うん、懐かしいな思って、モナカ食う、あモナカは後で食う、なんでモナカってモナカなんかな、最中やん現在進行形やで、いやそんなから読み方でしょ、何でなんやろな、いやそれもっと考えろって感じろってなんで最中なんかなとか、食べてる最中って意味なんかなとか、何々しながらって意味やん、あーいいな、あーって感じ、日本のどこかにみたいな、私を待ってる人がいるって、すごい歌詞やな、うん、思ってる、うん、思ってない、うん、私を待ってる人がおんねんで、日本のどこかに、そうソウルでしょ、勝手に思ってんねんで、今やったらマッチングアプリとかしながらの感情なのかな、でも結構今の現代の人ってマッチングアプリをしてる確率高いんやな、うん、俺聞いてんけど、レディゴで喋ってたお客さんとかにさ、とか出会って結婚してるとか、うん、全然僕の友達もいますもん、え、やってるやろ、ちんや、いや、やってないです、やってないです、え、やったことある、あります、え、けど会ったことないです、何日、数日前とかじゃなくて、え、ちょっと、なんでや、え、俺がちんやの立場やったら絶対やってるわ、え、だってめっちゃドキドキするやん、知らん人に会えるわけやろ、うん、俺はもう絶対無理やから、俺動画でも言ったかもしれんけど、一回 Tinder やってジョーさんですよねってすぐ一発目で気づかれて、そで、そこあの俺の出会い系人生が終わったっていう、うん、絶対無理やから、今出会おうと思ったらどうやって出会う、あーでもだから待ってる人がおるかもしれんわけやん、飲みにだから出るか、あーそっか、もう飲んだらもうモモンガやもんな、どういうこと、飲みに行ったらモモンガやもんな、わかるわかる、どういうこと、こういう感じ、こうここが南やったとしたら、はいはい、無職するんや飲みに行ったらもうもんがって、ちんやね、俺だってクラブ教えてもらったもんな昔もう行かんようになったけど、うん、2人とも俺もう一切行けへんからさ、うん、全然やろ、ちんやはなんかヒーローやったもん東京で俺が住んでた時に、俺クラブの遊び方も知らんし、で一緒に行って呼んできましょか呼んできましょかとか
あ、そっからなんや。あ、それでも思うがないや。3人ぐらいこう連れてくるみんな一本槍持って行っとったわなあ、うん、なんかザ・東京って感じだったよな、うん、知り合った社長さんとかがそのクラブの VIP みたいな連れて行ってくれたりして、東京の遊び方やったなあれは。うん、ちょっと一回これあれやわ、うん、あの動画止めないやばい、うん、やばい、めっちゃ喋ってんだよ、ずっと喋ってるやろ、しかもどうでもいい話ほんまに、うん、脱線しまくってんもんな。そう、脱線して脱線して、もうわけわからん位置に行っててよくない、だから一回止めよう、うん、もう多分この空間がそうさせてる、この異次元というか、まあ、待てちゃう、待てちゃう、一回止めろ、一回止めろ、一回止めろすわ、一回止めろ、一回止めるわ。ねえ、バチバチうまかったもん。これ酒に合うな。うわ、俺なんか悩むことってあんまないねんけどさ、うん、ほんま悩むことないねんけど、悩んでる人の気持ちはわかんねん。なんか世の中にはこう不条理なこととか不公平なこととか不平等なこととかさ、自分がなんぼ考えても解決できないこととかさ、いっぱいあると思うねん、うん、みんなにとってな。自分もその問題が、いろんな問題が立ちはだかることがあるし、でもその解決能力とか、あとポジティブ変化みたいなのがめちゃくちゃ得意やから、あんまり悩むことないんや。自分の感情と頭っていうのをすぐ乖離しちゃうというか、あんまり感情に左右されへんから、だからこそその感情を理解するっていうために、人の悩みも理解することはできると思ってて、あ、こういう風に悩んでるんやなって、確かになんかそういう風に悩むよなっていうことは分かんねんけど、そうじゃないとこう人に寄り添われへんと思うから。で、何が言いたかったかというと、これから悩むようなことがあったらここにまた来たいな、うん、このモナカを食べて思いましたモナカで思ったんや、悩んでる最中しみじみした、うん、あーでも俺って悩んでるけど、でもこういうところに来れるって、しかもこのモナカの甘さがあるんやったら、まだまだ人生って甘いなって、うん、僕そういうの違う違う、ニヤッとしてるから何を自分で言ってニヤニヤしてんのかな思うて。じゃあね、チンヤはいつもこうやって撮ってるやん、動画をさ、はい、だから表情が見えへんわけやん、はい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 、だから俺はもう常にこう視聴者さんに向かって喋ってるような感じやねん、はい、でもチンヤとも会話してるわけやん、うん、でもこうこの辺だけ見えんねやんこの辺だけとかやんねやん、あ、バレんねや、それが腹立つねん今日も英会やったわ、思い出がまたこの動画に残せました。まあ明日の旅に向けてちょっと寝たいと思います。明日も旅があるからな、うん、じゃあ寝ようか、うん、まだ全然寝たくないねんけどな、旅とか旅行って寝たくなくなるから、うん、うん、まだ喋んのか思ってるびっくりしたもう今寝ようか言うたのにそっからまた話膨らまそうとしてるやん、全然寝たくないねんけどな、楽しければ楽しいほど寝たくないやん、睡眠欲っていらんくない、じゃあもう起きといたらいいんよ、睡眠欲だけはいらんくない、性欲大事やろ、だって子孫繁栄 で食欲はエネルギーやん、食べることってめっちゃ楽しい、うん、睡眠欲いる睡眠もエネルギーないよ多分、寝るってだって覚えてないねんで、もう寝てる時って、うん、寝てる時に頭の中整理してるんでしょ、いやいるよ、いるねんけど何人間的に、もしいらんでも生きてる、いけるとなればってこと、もったいないってことね、うん、でも食べんでも生きていけるってなっても食べたいやん、そういうこと、うん、酔ってきた、うん、俺うん、それそれやな、じゃあもう2、3分前に言ってん、それこの裂けるチーズだけ食べて、うん、これだけ飲んでから寝よう、はい、いや楽しかったな全然似合いやんもういいよ、もうよう喋ったよ、喋ったか、もうよう喋った、OK、ありがとう、視聴者さんありがとう、明日の朝もあるから、明日の朝もあるから、そう、これ飲んでから寝る、分かってからもう何回言うやばい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 、一生言ってるわそれ一生言うてる、はあ、困ってるんだなんてこったこれ多分切らん限りして多分一生言ってると思う、ほんま、うん、じゃあ切りたいと思います、あとで待って、あのお休みの時にもういいよいいよ今お休み言うたらええんよ別に、ジョブロック、うん、あっちんだわ、寒い寒いな今日、おはようございます、おはようございます、写真撮って、起きて5秒でこれはめちゃくちゃ最高
温まるわ、お茶。あ、そういや、雑炊どうなんだよ、お前。100年の歴史がにじみで出る。大根に、うん、死んでるわ。栄養満点やな。あの昨日のあの鍋の出汁どうしたんですか。もうなかったわ。あ、もうなかったですもんね。せやわ、分かれ。俺らずっと煮込みながら食べてたから、ほぼなくなってて。うん。ちょっと岡山の撮影行くか。おい。また来るんで、その時はよろしくお願いします。どうも、はい、ありがとうございました。はい。こんな感じだったんや。うわ。すごい趣あるな。うまいな。立派。こんな山に囲まれてるんだ。うん。これはめっちゃいい宿やったな。うん。ほんまにおかみさんが親切で優しくて、うん、それも相まってすごい素敵な時間を過ごせたわ。やっぱああいう宿が好きやわ。古くて良き日本の宿っていうかな。あのさっき最後言っててんけど、おかみさんが普段はご飯とかってより素泊まりらしい。うん。で俺が結構電話でお願いしてから、うん、そうやってくれたみたいな感じなんで、まあ、基本はちょっと皆さん素泊まりで泊まってください。はい、大丈夫なんで、はい、やりたいこと